どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はオーダースーツですから、皆さんこうボタンとかね、こういうサンプル選べるよっていうのはご存知の方多いと思うんですけど、ボタン重要ですからね。そうなんですよ。スーツの印象ってね、こうだいぶボタンで変わると思うんで、うん、で今回は、まあ、これだけ見てもなかなかイメージ湧かないっていう、まあ、確かに声がね結構あるので、まあ結構そういう声も聞きますね。そうなんですよ。買いに来てくださるお客様とかも。今回はね、ちょっと人気どころ、まあ、よく選んでいただくことの多いボタンっていうのを、はいはい、まあ、画像にはなるんですが、ちょっとねスーツについてる雰囲気を見てもらえたらなと思って、うん、はい、お願いします。はい、それね、ミディアムグレーのストライプスーツに、はい、根茎のボタンなんですよ、サンプルで言うと。こいつ、うん、根茎にちょっとねメリ模様になってるようなボタンなんですけど、まあ特徴は何といっても光沢感が一番艶、この強いですよね。多分ね、艶がありますね。で厚みも割とねこうしっかりしたボタンになってて、これは非常に人気があるボタンになってるので。そうなんですよ、ここのシリーズね、はい、めっちゃよくつけていただきますね。多いですね、うん、多分カラーバリエーションもかなりあるんで、いろんな色のスーツ選んでもらってても合いやすいやつが多いですよね。そうやね、どんなスーツの色にでも結構対応できるぐらいのカラーはあるんで、うん、パッと見てやっぱこうツヤ感っていうのがやっぱ目を引くんで、すごく人気があるし、意外とこれスーツにこういうボタンってあんまついてないからね。そうなんですよね。オーダーらしさもすごく出るし、今ねグレースーツにこの根茎のボタンを付けしてる画像ではあるんですけど、はい、もちろんスーツ同色でもいいですし、画像みたいにこうグレー系とかにね付けていただいてもすごく合う色やと思うので、パッとねボタン単体だけで見たらちょっと分かりづらいかもしれないですけど、うん、こう全然合いやすい色かなと思うんで、はい、スタッフからもおすすめさせてもらうことの多いボタンですね。確かに、かつ人気もあるということで、はい、はい、次ちょっと別のボタンいきましょうか。これいきましょう、メタルボタン。これは何、ブレザーで作られてる、これ。そうなんですよ、一応スーツで作っていただいたものではあるんですけども、ほう、まあ、上はねどっちかというとブレザーとして使えるような感じの方がいいかなということで、あのメタルボタンでご注文いただきまして、うん、いいですね、かっこいいですね、はい、これかな。そうですね、まあ、よく選んでいただきますよね、このブレザーには。メタルでも、まあ、ゴールドとシルバーとあるんですけど、はい、ゴールドの方は抵抗あるって言われる方がまあまあ多い気がする、うん、そうですね、結構一番ブレザーらしいですよね、王道ですよ ね、 ね、アメトラも流行ってますし、はい、まあ、いざねダブルってボタン数多いんで派手になりやすいんかなと思いきや、生地自体が無地なんで主張しすぎず、そうですね、逆にアクセントになっていいんじゃないかなと思いますけどね。柄物にはねちょっと使うこと少ないボタンではあるんですけど、そうですね、ね、こういう無地系にはすごく合うかなと思うので、おすすめ一押しボタンではありますね。あとこれは紹介しておきたいです、このシリーズ。これもグレー系？これは同色で合わせてるんですけど、同色でもツヤがあるだけでこんだけ雰囲気が違いますよ。金額的にも割と手軽なんですよね。かなり手軽ですね、はい、手軽にこうちょっと高級感を出せるボタンなのかなと思いますけど、コムでも人気ありますので、これと K ボタンはね絶賛派遣争い中です。そうまあどっちか選びはる方がすごく多くて、どっちかが非常に多い。これなんかはもう本当に同系色で合わせてるんで、ね、まあ、間違いないと思うんですけど、このボタンもめっちゃ馴染みやすいです。そうですね、多分この生地だったら何でも合いますよ、これでもこれでもとかでもね、これでもいろんな色あるけど奇抜すぎないので、どちらかというとこうくすんだって言ったら変ですけど、言い方ちょっとトーンを抑えた色味だから何でも合わせやすい。そうですね、うん、あとちょっと珍しいのを1個紹介しておきましょうかね。この色ですね、軽快やね、ナットボタン。はい、天然素材のねナットボタン。こういう色味もどっちかというとこうかっちりしたスーツっていうよりはややカジュアル感持たせたい時とかにおすすめで、今までちょっと普通のスーツは着てきたなっていうお客様とかに割と選んでいただくことの多いボタンかなと思いますね。天然ボタンはやっぱりね、樹脂の練りボタンとはやっぱ違う風合い、そうですね、
なんでパッと見てこうあなんか違うな色だけじゃなくて素材感もなんか違うなって分かるんで、うん、特にナットボタンはねそうですね、うん、普通のボタン飽きたっていう方は非常におすすめです、ね、そうですねよく言われるのはこのナットボタンとかこう天然のボタンっていうのはやっぱ経年変化も楽しめるあそうですね使い込むほどにちょっと色が変わっていったりとかそうですねそういう変化も楽しめるんでボタンによってね色も多分結構違うと思うんで、はい、非常におすすめですねはいありがとうございますありがとうございますありがとうございません